こんにちは、なおいです。キツネか。今日もサワテクネタモンプレイしていきたいと思います。25回目ね。あ、じゃあ今日は何するんですか？鍋2日のハプニングに集中しすぎてて、レベルをあんまりこう上げられてなかったんですね。なので一旦鍋2日目のそのプリンを作るっていうハプニングを置いといて、レベルを上げましたんで、その間に出てきたハプニングと卵ポンでゲットした新しいレシピを見せたいと思います。あ、それは今日は公開する？そう、お見せしたいなと。で、先ほどもお伝えしました通り、そのレベルを上げていくって決めたんですよね、はい、もう、うん、鍋2日ハプニング失敗ばかりなんで、ね、でコメント読んでたら同じ気持ちの人もいました。はい、これです。最近ハプニングとか失敗ばかりです、心折れそうですとね。はい、私もね、心完全に折れたので、もうしばらく無視します。まあ、みんな同じように苦労してるってことも分かるね。そうなんですよ、ね、すごい。そうなんですよ、うん、見てください、今レベル、はいはい、私今159まで、なんとか18ぐらい上がった？ちょっと一回。がっつりカンペ見えてるけどいいんだよね。ダメダメ。ダメなのか。ダメなの。ダメダメダメ。ダメだ。わざと見せてるのかと思ってた。おお、違う違う。その中でもハプニングでゲットしたものと、卵ポンすっぴん赤いやつですね、はい。あれでゲットしたものだけちょっと紹介していきたいと思います。はい、まずこの、ね、そうそう、ハントンライス。ハントンライスのハプニングが成功して出たのが魚肉ソーセージです。魚肉ソーセージ。はい、はい、これです。これね。魚肉ソーセージがハプニングでゲットできました。なるほど、なるほど、はい、つなぎで卵白が入ってるからこれ。あ、そうなんだ。うん、あ、はい。お、ひな祭り卵、77時間のひな祭り卵でマシュマロボディがまたゲットできました。マシュマロボディ、そう、他の時でもゲットしましたよね。マシュマロボディ、あの太っちょのやつだよね。そう、ああ、またゲットした、これ。また出てきました。サーモンマヨの卵ポンでひな祭り卵が、あ、なるほど、ゲットできるんですよね。金の卵2つのやつね。そうなんです。絡まりで動画撮ってない時の方が卵ポンの成功率が上がるんですよね。ダメじゃねえかよ。持ってないな。ダメじゃねえかよ、全然持ってねえよ。はい、豪華なレンジのカッパ卵寿司のハプニングでおしゃれさんをゲットすることができました。おしゃれさん、おしゃれさん、はあ、これ面白いね。なんでしょうね、この頭に乗ってるマヨネーズみたいなのはなんかこうベレー帽みたいな、おしゃれな、おしゃれなね、うん、おしゃれな人しか被れないなんか帽子にも見えなくもない、こういう間違ったおしゃれさん街中歩いてる可能性あるよね。ね、いますよね、これ。います、います。でも見てるとあれおしゃれなんじゃないかなって気にもなりますよね。そういう人って危ないね。そう、おしゃれの危うさを感じるね。そうそうですね。最後が鍋5時間レシピのタイラーメンです。タイラーメン、はい、そう、タイラーメンでゲットできるのがプリン（生産）ってやつなんですよね。生産？そう、工場で作られた大量生産品。あ、手作りじゃない系ね。そう、コスパが。あれ、これ欲しかったプリンとはまた別なの？多分違うと思います。違うんだ。これじゃない気がします。これ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 。あー、これが欲しいんだね。これが欲しいんです。パフェみたいじゃない、ちょっとね、なんかその純喫茶とかにありそうな、うん、これを手に入れたいんだと。そうなんですよ、はい。で、以上の4種類がハプニングでゲットできたものです。最近見てる？もかもかいきますね。さっきから、うん、ほとんどカンペ見てるのバレてるからね。で、次にあの卵ポンすっぴんでゲットしたものを紹介します。卵パン、卵パン、卵パン、かわいいね。卵パンって中卵入ってないやつですかね。多分そうじゃない、中何も入ってないやつ、パッパのやつ、 あるよね、うん、鍋5時間レシピの星形ゆで卵です。うわー、作ったことないな、こんなのね。ねえ、なんかすごいなんかってなってますよね。あのなって、面白い。そう、面白い。これをその2種類ですね。だから卵ポンで、卵ポンで取った。そう、よしよし、こんな感じです。お、紹介しきった、紹介しきった、うん、はい、頑張りました。どうですか、お姉さん、私159レベル159まで、うん、なんとかいきましたよ。いや、頑張ってますね。ねえ、結構躍進しましたよ。130代で一時期ずっと止まってたからね。そうなんですよ、うろうろね、もたもたしてたんですが、なんとかそう進めることができたので、ね、素晴らしい。はい、というわけで今日もサワテクでたまプレイしていきました。皆さんもどしどしコメントとください。それでは皆様、さようなら。どうですか、あなたあれですよ、今日はカンペを見すぎですよ。そうですね、ちょっと今日ね反省会ですよ。そうなんですよ、覚え、なんか髪は映ってしまうし、そう、明らかに下見ながら喋っているし、なん
かね、こなれてこないですね。こなれない、あなたなれないね。こなれたいですね。うん、そろそろ。もうなんで、あのテレビに出てる小島瑠璃子さんいるじゃないですか。この人ね、しっかりやりますよね。お上手だよね。お上手になりたい。お上手。あとお下手だよね。お下手ね、ちょっとお下手です。脳の回転が緩いからじゃないの？そうですね。今だからちょっとこうね、大江さんがね、茶湯を飲むと朝すごい体がね、あの起きるって起きますよ。言ってくれたから、うん、飲んだ途端にこれですよ。ヤクルト今日の。ヤクルト関係ねえよ。頭ゆる弱いよね。頭弱いよね、直井さんね。ちょっとね。ね、持ってないしね。持ってない女、頭ゆるい女。さんの毒が止まらない。学生の皆さんはこう、あ、お春休みの値段がまだかどんどん近づいていってるんじゃないですか。そうだね、もう、今月末からね、1週間ぐらいは春休みある人多いんじゃないでしょうか。そうだよ、今年が終わるんだね。というか学年がね、上がるって結構大変なことだったよね、うん、大変です。クラス替えって結構ね、悲しさというか寂しさもあり、結構大事ですよね。ワクワクもあり、僕はなんかどんなクラスになるか結構期待しましたけどな。そうなんですか、意外です。大江さんの方がなんか期待しないと思ってた。あとなんかその僕4組になったことがあって、中学の時、はい、すげえ違和感だった。4組っていうのが、もう4っていう数字が僕の中で結構自分の中に ない数字で、なるほど、自分4組かと思ったのだけ覚えてる。あ、でも組クラスの番号で人気だったのってやっぱ3組じゃなかったですか。あ、まあまあまあ3組とかやったらスッと入ってくるよ、うん、1組とかもスッと入ってくる。私1組ダメなんですよ。ダメなの？1組ってなんかダメでした。うん、1組1回だけなったんですけど、ちょっとダメでした。はいはい、そんなん多分共感してる人少ない。誰も共感しない、僕が。じゃあ行きます。はい、イントロクイズスタッ。はい、スタッツッチート。このイントロクイズ絶対みんなわかるよね。